お昼休みの3分間。仕事場や学校など、机と椅子がある場所で、椅子に腰掛けた状態で行うことができる3分間の休憩ポーズです。使う椅子は、足がローラータイプではなく、安定したものを使用しましょう。それでは、普段机に向かう時よりも、椅子を机からやや離した状態で、椅子の前の方に腰掛けていきます。両足を腰幅以上に開き、足の裏を床につけておきましょう。そこから体を前に倒し、曲げた両腕を重ね、体重を机の方に預けていきます。重ねた両腕の上に額を休ませ、ほんの少し顎を自分の胸の方向に引いておきます。そこで静かにまぶたを閉じて、鼻からゆっくりと息を吸い、口からそれを全部吐き出す深呼吸を繰り返してみましょう。深呼吸の後は、自分のタイミングで普段の一番楽なリズムの呼吸へと戻していきます。重たい頭も、普段の生活でよく使う腕も、心の中にあるなんとなくモヤモヤした感情や悩み事も、今はすべて机の方に預け、そこに委ねていきます。その委ねているという感覚、リラックスしていく感覚で、ここから3分間自分自身を満たしていきましょう。
それでは、深呼吸を何度か繰り返しながら、少しずつ体を起こす準備をしていきます。重なっている両腕をほどいて、頭を少し持ち上げたら、息を吸いながら両手で机を押し、ゆっくりと上体を起こしていきましょう。まだ目を閉じたまま椅子に腰掛け、ここから日常へ戻っていく前に、何度か自分の自然な呼吸を味わいます。そして閉じていたまぶたを開き、目の前の景色を確認しましょう。ゆっくりと立ち上がり、そこから日常へと戻っていきます。